皆さんこんにちは。今回はメジャーリーガー大谷翔平選手の元通訳である水原一平氏の賭博問題について時系列で分かりやすく解説していきます。水原一平氏は自身がギャンブル依存症であることを告白し、多額の借金があることが明らかになりました。また大谷選手の口座から無断で送金を行っていたことも発覚し、大きな衝撃が走っています。騒動が公になる数ヶ月前、アメリカのスポーツ専門チャンネル ESPN が大谷選手と水原氏に関する情報を入手。その後の調査で水原氏の違法賭博への関与が浮上しました。3月19日、 ESPN が大谷選手の広報担当に問い合わせたところ、水原氏の借金を大谷選手が肩代わりしたと回答。翌20日、韓国での開幕戦後のチームミーティングで水原氏がギャンブル依存症であることを公表しました。そして21日未明、ドジャースは水原氏の解雇を発表。水原氏は当初大谷選手と一緒に送金作業を行ったと主張していましたが、その後の取材で単独犯行だったことを認めています。22日にはアメリカの国税当局が水原氏の捜査に乗り出し、同氏の行方が分からなくなりました。23日、水原氏がカリフォルニア大学リバーサイド校を卒業していないことが発覚し、学歴詐称が明らかに。24日、大谷選手は自身がギャンブルに関与していないことを表明。そして25日、大谷選手が記者会見を開き、水原氏の一連の行為について、信頼していた方の過ちで悲しくショックですと心情を吐露しました。水原一平氏は1991年に6歳で北海道苫小牧市からロサンゼルス郊外のダイヤモンドバーに移住。高校時代の同級生であるドミニクさんは、水原氏について大谷のニュースを見て、あの一平だって気がついた。高校時代は物静かでシャイだった。別に暗いわけじゃないんだけど、サッカークラブに入っていたと思うと当時を振り返りました。内気な印象だった水原少年がこんな事件を起こすとは誰も予想できなかったでしょう。高校卒業後の数年間は、父親が働いていた寿司店でアルバイトをしながら、カジノのディーラー養成学校に通っていたこともあったそうです。ギャンブルへの興味はこの頃から芽生えていたのかもしれません。また水原氏のいとこは一平のお父さんに連絡して、こちらも心配していると伝えると、ありがとうと返事がありましたと明かしています。息子の不祥事を受け、父親は複雑な心境のはずですが、親族からの励ましに感謝の言葉を述べたそうです。家族思いの両親に育てられた水原氏がなぜこのような道に進んでしまったのか、その心情を察するに誠に痛恨の極みと言えます。2009年、 WBC 決勝戦を松木氏と共に観戦した際、野球に関わる仕事がしたいと考えるように、2012年、ニューヨークヤンキースの岡島秀樹投手の専属通訳に採用されるも、直前に契約解除。しかしその1ヶ月後に日本ハムファイターズの通訳募集に応募し、見事合格を果たします。この時高卒ルーキーとして入団したのが大谷翔平選手でした。元日本ハムの大引啓二氏は、水原氏について物静かで控えめな性格だが、それが通訳の仕事に合っていたと評価。英語が堪能な青木宗也氏が大谷選手に同行すると思われていましたが、水原氏が密かに大谷選手と親交を深めていたのです。日本ハム時代、水原氏は中田翔選手率いる中田会のメンバーと仲が良く、オフの前日には札幌の歓楽待ち、すすきのへ繰り出していたそうです。普段はおとなしい印象の水原氏ですが、酒の席では人が変わったようにはしゃいでいたのかもしれません。そんな水原氏が途中から中田会に顔を出さなくなったといいます。すでにその頃、大谷選手と二人三脚で渡米する構想が進んでいたのでしょう。アリゾナでのキャンプ中は父親を現地に呼び寄せ、和食を振る舞ってもらっていました。オフの日には選手を引き連れてホテル併設のカジノへ。球団から禁止されるまでこれが恒例行事となっていたそうです。元日本ハムの選手は、カジノ経験者の一平は選手たちに奥の方のテーブルには行かないでなどとかけ方を指南していましたと証言。水原氏がギャンブラーの顔を覗かせていた当時を物語るエピソードと言えそうです。一方チーム内では、なぜ一平をアメリカにといぶかる声も上がっていました。英語堪能な青木氏が同行すると思われていた中、水原氏が大谷選手に帯同することになったからです。実は大谷選手は数年前から、僕がアメリカ行く時には一緒に来てくださいねと水原氏に伝えていたのだとか。移籍に伴い英語の得意な通訳を選ぶのが常識的な判断ですが、
大谷選手は信頼できる水原氏をそばに置きたかったのでしょう。通訳としての手腕もさることながら、苦楽を共にしてきた絆が2人を再びつなぎ合わせたのかもしれません。そして2017年、大谷選手がエンゼルスに移籍すると、専属通訳として水原氏も帯同。メジャーでの試練の中、献身的にサポートしました。エンゼルス入団当初、2人の住まいは球場資金で家賃30万円ほどのマンション。その後、大谷選手の活躍とともに住まいもグレードアップし、エンゼルス在籍後半には家賃70万円以上の高級マンションに、プールやヨガスタジオも完備された、セレブリティにふさわしい住環境だったようです。昨年12月には愛犬のデコピンを連れた大谷選手と水原氏が近所の豪邸でのパーティーに参加する様子も目撃されていました。メジャーの二刀流スターに成長した大谷選手を陰で支えながら、水原氏自身も華やかなライフスタイルを手に入れたのです。一方で、チームメイトとギャンブルで交流を深めるようになります。特にデイビッド・フレッチャー内野手とはポーカー仲間だったといいます。その賭け事仲間の一人が違法賭博業者のマシュー・ボウヤー氏でした。2021年9月、エンゼルスがサンディエゴ遠征した際、ボウヤー氏がチームの宿泊先を訪れ、水原氏やフレッチャーとポーカーを行ったのです。この出会いが水原氏の破滅のきっかけとなります。ボウヤー氏の下で違法賭博にのめり込み、たちまち借金は膨れ上がっていったのでしょう。2021年、大谷選手が MVP を獲得し、水原氏も最優秀通訳賞を受賞。表舞台では栄光に包まれていましたが、その陰で破滅へのカウントダウンが始まっていたのです。2022年末には借金が6億8000万円にまで達していました。年収6000万円の水原氏にとって到底返済不可能な金額です。なぜ坊や氏はそこまで水原氏に金を貸し続けたのか。それは大谷のベストフレンドだからというのが理由でした。億万長者となった大谷選手が親友であれば、どれだけでも借金の肩代わりをしてくれると考えたのでしょう。大谷マネーを当て込んだ極めて悪質なシナリオだったといえます。そして昨年の WBC では31人目の侍として優勝に貢献しましたが、その時には借金が6億8000万円に達していたのです。ギャンブル地獄に引きずり込まれた水原氏は、表向きは平静を装いながら、内心は相当に追い詰められていたことでしょう。妻は今に至るまで何も知りませんでした。そう漏らしていた水原氏ですが、妻からすれば寝耳に水だったはずです。そんな中でもセレブ生活を続けていた水原氏は、表と裏のギャップに水原氏自身も耐え難い苦しみを感じていたのではないでしょうか。現在 MLB や FBI、アメリカ国税庁が捜査に乗り出しており、大谷選手が違法な賭博に関与していたのかどうかが最大の焦点となっています。水原氏は当初、大谷選手も事実を知っていたと証言していましたが、その後の会見で大谷選手は完全否定、送金についても把握していなかったと説明しています。しかし複数の弁護士は、大谷が何も知らなかったというシナリオはありえないと指摘。大谷選手クラスの選手なら、専属のマネージャーが資金管理を行うのが一般的だといいます。数億円もの送金に誰も気づかなかったというのは不自然だと言わざるを得ません。仮に大谷選手が送金の事実を知っていた場合、単なるギャンブル依存症の友人の援助ではなく、違法行為への加担とみなされる可能性があります。もしそうなれば、違法賭博とマネーロンダリング幇助の罪に問われかねません。突如襲ったスキャンダルに、大谷選手は過去最大のピンチを迎えています。真相解明に向けた捜査の行方が注目されます。さて一方で、金銭的にも精神的にも追い詰められていた水原氏は、状況を改善しようとドッグフードに関するビジネスを考えていたようです。水原夫妻は愛犬家として知られており、インスタグラムでも愛犬の写真を多数投稿していました。そのインスタグラムのフォローリストに水原夫妻がアドバイザーとして携わり、2024年にスタートするという日本初のペットメーカーのアカウントがありました。水原氏は、日本のあるインフルエンサーにペットフードに関するビジネスを始めるので、通販事業に関する相談を持ちかけていたそうです。もしかすると、大谷選手の愛犬デコピンや同じチームメイトの山本由伸選手の愛犬みかんなども関わる形で、ワンちゃん向けの可愛いケーキ缶などが販売されていたかもしれません。しかし、そんな矢先に違法賭博問題が発覚し、水原氏はドジャースを解雇されてしまいました。ペットフードビジネスが軌道に乗っていれば、水原氏の人生も違っていたかもしれません。村尾弁護士によると、水原氏が有罪となった場合、電信詐欺罪で最高20年、マネーロンダリングに問われれば
最高40年の刑罰が科される可能性があるそうです。アメリカでは加算式なので最高で40年の懲役刑になる可能性もあり、人生に関わる大きな犯罪だと指摘しています。一方、大谷選手は声明を発表し、自身が違法賭博に一切関与していないことを強調しました。水原氏から送金を依頼されたことはなく、水原氏が嘘をついていたと主張しています。しかし一部メディアからは、水原氏がどのようにして大谷選手の口座から巨額の送金をしたのかなど疑問の声も上がっています。また水原氏は以前から大谷選手のサインボールを私物化しているのではないかという疑惑も指摘されていました。エンゼルスファンの間で日本から応援に来ている女性ファンが水原氏と個人的にやり取りをして大谷選手のサインボールをもらっていたことが話題になったそうです。その女性ファンは水原氏の父親に近づき、水原氏とも親しくなったようで、水原氏の誕生日にオリジナルユニフォームをプレゼントしたりしていたとのこと。そのお返しとして大谷選手のサイン入りボールを手に入れたのではないかとささやかれていました。週刊ポストが女性に問い合わせるとその事実を否定していたそうですが、真相は闇の中です。一方、水原氏の妻のインスタグラムには愛らしい女の子の写真が投稿されていました。水原夫妻が結婚したのは2018年なので、その子が水原夫妻の子供である可能性は十分にあります。ただ娘ですといった説明書きはなく、知り合いの子供の可能性もゼロではありません。とはいえ、他の写真がワンちゃんメインなのに対し、その1枚だけ女の子がメインで写っているのは少し不自然な感じもします。真相はベールに包まれたままですが、もしあの女の子が水原夫妻の子供だとしたら、お父さんが違法賭博で逮捕されてしまうかもしれないなんて、なんとも気の毒な話ですよね。水原氏は幼少期ドジャースで活躍する野茂英雄選手に憧れて野球の仕事に就くことを志したそうです。憧れのチームでの仕事が始まった矢先に起きた今回の違法賭博問題、水原氏にとって失ったものは計り知れません。巨額の違法賭博問題に揺れる中でのスタートとなりますが、大谷選手にはぜひとも頑張ってもらいたいですね。大谷選手は一連の疑惑を晴らすことができるのでしょうか。そして日米のファンが見守る中、苦境を乗り越えて再びグラウンドに復帰することはできるのでしょうか。水原氏との絆が結果的に大谷選手の足かせとなってしまった現状を誠に残念に思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で感想をお聞かせください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。